時を選ばないペットの緊急事態。頑張れ、集合終わるよ。困っている飼い主の強い味方。苦しむペットの命を救うため、獣医師たちが奮闘します。シリーズ真夜中の定点観測。今回の舞台は大阪市東成区にある大阪動物夜間急病センター。診察は午後9時から午前5時まで、年中無休でペットの救急処置に対応しています。一体どんなペットたちがやってくるのでしょうか。夜を待ちます。大阪動物夜間急病センターです。電話は飼い主からの SOS。 診察が始まる午後9時前から鳴り続けます。処置室の入り口に貼られていくメモ、飼い主から聞き取ったペットの様子が細かく書き込まれています。お食事以外のものを食べてらないっていう方もいらっしゃいますし、夜間ならではで、発作とか重症例とか、は多いかなとは思いますけど。電話で症状を伝えていたフレンチブルドッグのシエル君。息が荒く苦しそうです。拾ったブドウを食べちゃったんですよ、ブドウがちょっと犬にダメってことで。大丈夫って聞いたんですけど、一応心配で。犬にとってブドウは急性腎不全を発症させる恐れのある危険な食べ物。最悪の場合、命に関わることもあります。太陽も平熱ですね。多分ピオーネ人ゾウやったら中毒みたいな起こす可能性は低いかと思うんです。薬で大丈夫だという診断。飼い主さんも一安心です。この子ドッグショーに出てて、生後1年の時に日本に来たんですよ。そう、一番チャンピオンなんですよ。飼い主さんにとって自慢の息子。大事に至らなくてよかったですね。飛び込みでやってきた親子。こちらは1歳2ヶ月になるマンチカンのふーちゃん。一体何があったのでしょうか。掛け布団とシーツの間ですよね、入っちゃって出口が分からなくて、ここ見た時でもびちょびちょになってて、はってこう口呼吸をすごくしてたので、猛暑日に何時間も布団の中から出られなかったそう。熱中症ではないかと心配して病院に駆け込みました。はいはい、嫌ですね、すいません、ちょっと待ってね。鼻はまだピンク、でも熱はだいぶ下がってますね。一応平熱には戻ってきてくれてますので。本当ですか、よかった。採血をして体の状態を調べます。命に関わることではないのかなというところです。あと貧血とかも大丈夫なので、逆に脱水とかも大丈夫だし、念のため皮下点滴でビタミン剤を入れて治療は終了です。お母さんが誰か来てって死んじゃわないかと不安になって、すごいホットっていうか安心しました。大阪動物夜間急病センターは
大阪市獣医師会の有志12人が中心になって8年前に開院しました。この地域の夜間病院がなくなっちゃいまして、なんとかこう夜間をまたこの地域に復活できないかということを話し合って、まあ、始まるきっかけになったんです。問い合わせは多い日で1日およそ50件。毎日獣医師たちが10人で対応しています。夜中の2時を過ぎても待合室にはたくさんの飼い主さんが。深夜に空いている動物病院が少ないため、大阪府外からやってくる人も多いそうです。救急で運ばれてきたのは9歳になるパグのカンちゃん。呼吸が苦しそう。まずは酸素を送る処置をします。はい、起動します。呼吸がちょっとうまくできないです。このもう暑さと、ちょっとお出かけ機能した影響もあったみたいで。ああ、そうなんですね。腫れちゃったみたいで。病名は単頭種気道症候群。パグのような鼻の長さが短い犬種は暑いところで活動すると喉が炎症を起こし呼吸がしづらくなることがあるんだそうです。喉の腫れを引かせるステロイドっていう薬と、息を気管支を広げるようなお薬を入れて今様子を見させてもらっています。カンちゃんは動物の ICU 救急救命ボックスへ。体を冷やすため室内を16度に設定。さらに氷嚢で喉も冷やして様子を見ます。やってきたのはドーベルマンです。14歳になるキーストちゃん。夜中に突然どこかが痛そうに泣き出し動けなくなったそう。夕方の散歩では駆け足とかジョギングみたいな感じで斜面こうやって上がってくるぐらい。これは全然違うな、はい、夕方の散歩の時は元気で夜の食事もしっかり食べていたそうです。しかし今は辛そうな表情。歩くのも苦しそうです。そうか、これどうするかな。何が原因でこうなったのか。体のあちこちを触っていると、これ問題ない。こっちやな。あ、やっぱそうやな。やっぱでも首やな。こっちやな。やっぱそうやな。さすがやな。首やよな、やっぱりな。よし。あ、何も出てない、何も出てないから。やだった、やだった。ごめん、ごめん。診断は、ウォブラー症候群。人間でいうヘルニアのような病気なんだそうです。実際その、まあ、ウォブラーだろうが、頚椎ヘルニアだろうが、MRI を取らないといけないんで、14歳の子にいくら元気でも、やっぱ麻酔かけて MRI までっていうのはなかなかちょっと飼い主さんの心情的にも生きにくいし。人間の年でいうと80代後半。体に負担をかけないよう応急処置でコルセットをつけることに。後日かかりつけの先生に今後の治療方法を相談してもらうことにしました。すでに閉院の時間ですが、休館です。ミニチュアダックスフンドのリーシェちゃん、17歳5ヶ月。人間でいうと80代半ば。寝たきりの状態なんだそうです。痙攣が、普段から痙攣は3年ぐらいの付き合いなんですけど、その時の眼神がもうこんな感じで。飼い主さんは、
かかりつけの病院が開くまで何とかしてほしいと祈る思いでやってきました。高齢で肝臓も腎臓ももう機能が落ちてる状態なので、お薬を入れて体の循環っていうのをゆっくり回しながら、神経症状が出たらとりあえず止めに行こうっていうような状態です。予断を許さない状態だといいます。飼い主にとって家族同然、懸命に今できる治療を施します。外は明るくなっていますが、治療はまだ続いていました。お家に帰っちゃうと僕らがなかなかね見てあげれないんで、急変した場合にやっぱ対応できないんで、獣医師たちは朝9時まで投薬を続け、リーシャちゃんはかかりつけ病院に運ばれました。真夜中の動物病院、そこにはさまざまなペットたちの物語がありました。次はあなたの町にカメラを置かせてもらえませんか。